メディアを再生するメーベル、エスマリードライフ、メーベルの結婚生活は、1914年公開の短編サイレント映画。キーストン社による制作で、主演、監督は、チャールズ・チャップリン。1971年に、映画研究家ウノ・アスプランドが制定した、チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに基づけば、チャップリンの映画出演19作目にあたる。 公園で佇むチャーリーとメーベル。しかし、チャーリーは、なんとなくぐうたらしているし、貧相であった。しかも、チャーリーを弱虫とバカにして、メーベルを狙っている、女たらしのウェリントンが、しつこくつきまとっていた。メーベルは、不甲斐ないチャーリーをなんとかしようと、チャーリーを鍛えるべく人型のサンドバッグを購入し、これで鍛えてもらって、ウェリントンを追い払ってもらおうと考えた。 しかし、当のチャーリーは酔って、バーから帰宅すると、サンドバッグをウェリントンと勘違いして、格闘を始めるのであった。チャップリンの伝記を表した、映画視野のデイビッド・ロビンソンはこの作品について、とんだ災難と似ているが、この作品の方が、ストーリー全体にわたって余裕が感じられ、これは同時に、チャップリンが習得した、映画技術のレベル向上を裏付けるものと評している。 エトセトラ1914年制作2010年発見の泥棒を捕まえる人を除くロビンソン P441 ではアリス・ハウエルありがとうございます